久保さんあのー、なんかあれっすね久保さんのインスタさっきいいねしときましたよ <laughs> なんかね久保さんが出るようになってきましたね <laughs> あのー、インスタでね DM が来ましてあのー、な,なんだっけな、まあ、さっきちょっとそれで動画撮ったんですけどそうアドリ YouTube のアドリブいつも YouTube 見てますみたいな でアドリブ感がめっっちゃ好きですっていうねアドリブ感アドリブ感というかアドリブなんですけども <laughs> アドリブにしときましょうかア,デアドリブで稼ぐみたいなまあその動画でもちょっと言ったんですけどまああの同じことをやってるとやっぱ差別化にならないので別にその台本を作ってその興味性を出してまあそのテンプレート的にこうやるっていうのは別に悪いことではないんだけどもみんなそれをね やってるので、結局そこに差別化がないとで今回メッセージいただきましたけども、もし僕が台本作ってね、あのセリフ喋ってたら、アドリブ感がめっちゃ好きですっていうのは来ないですよね。うん。だからその大衆の逆をいくっていうね、僕は好きなんですけど。<laughs> でもね、いろんな成功本読んでると、結構ね、やっぱ思考とか考え方も大衆の,あの逆なんですよね。うん。 だそそのそう青白王子の話ですけど、なんかそのヘズマリュウさんの話をしてて、そのだからダメなんだよみたいな、なんかそのヘズマリュウさんをなんか採用する、なんか、なんすか、採用するかしないかで、なんか論争、なんすか、なんかヘズマリュウさんが、え下手100万くれる会社募集みたいなやってて、でそれでなんか、世論が、なんか、バズニュースがなってたらしいんですけど。 でヘズマリュウなんか採用してもだめだみたいなね、企業ブランドがどうのこうのみたいなね、まあ、そういう意見のが多くて、で青白王子があの、いやいやと、100万だったらクソ安いだろみたいな、<laughs> そのバイアス、認知度、その拡散力、うん、自分の商品を知ってもらうっていうところで、100万円だったらすげえ安くないみたいな、コストパフォーマンス高いでしょうみたいな。 うん、だって知ら,知られないものは知られないっていう話でだからそやっぱそのなんか見てる視点が違いますよね大衆はヘズマ流なんかを採用したら企業ブランドが悪くなるそんな誰が採用すんねんみたいな話だけどいやいや違うもの,のと考え方ですよねいやいやその認知度バイアスをかける上での、ね、スタートアップとして、まあ、それをかヘズマさんを使って、えー、こうしね し知ってもらうっていうね。うん。そう。本当ね、まあ僕もビジネスやってますけど、やっぱ知られないと、知られないので、<laughs> まず最初認知してもらう、知ってもらうっていうところで、まあいろんな企業さんもね、広告出すわけじゃないですか。新商品作ったとしても、誰もその CM をしなければ、ね、トヨタが、 まあ車とかもね、新車発表会とかありますけども、新車を作りました。だけど、何も発表しません。どうやって買うんですかみたいな、<laughs> 無理ですよね。だからあの、知ってもらうってことは大事ですね、うん。だけど、その知ってもらうことは大事なんだけど、どのように知ってもらうかってことですね、今度は、うん。みんなと同じような感じの人って認識するのか、ちょっと違うなって止まってもらうのかっていうところで、知ってもらうことも大事だし、どう知ってもらうかも大事だし。 まあいろんな大事な部分はあるんですけどね。いってらっしゃい。